カズキの話へようこそ。本日は発達障害を持っていると過去を引きずってしまい前に進めないんだということについてお話しいたします。発達障害 ADHD やアスペルガーなんて持ってますと、もうとにかく人生がハードモード、いろんな辛い経験をしますよね。だからこそ将来は変わりたいと思い、いろいろ挑戦しようとするんですが、なかなか行動できない、不安だし勇気が出なくて、いろんなことを先延ばししてしまうなんて方もいらっしゃいますよね。あなたも本当はやりたいことあるんだけど保留にしてるなんてことありませんか？実は僕もめちゃくちゃそうだったんですね。特に20代の頃は幸せになりたいとか、お金持ちになりたい、夜沢翼みたいになりたいとか思っていたんですが、結局やっていたのはフリーターみたいなね。ただもうそこから悔しいと、なんとか変わりたいと踏ん張り、現在では動画編集会社の代表として働いておりますし、 YouTube も毎日コツコツ投稿して700日以上連続750動画を上げておりますので、今後あなたが飛躍する方法についてお話しいたします。この動画見ていただきましたら、あなたが飛躍するきっかけになりますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、まず発達障害を持った方が辛い過去で動けなくなる理由について、まず一つ目が反芻が強いということです。これはつまり嫌な過去を何度も何度も思い出して、今あるかのようにうわーっと思ってしまうということですね。発達障害を持った方というのは鮮明に反芻してしまうので、頭の中で何度も何度も同じ失敗をします。すると自己肯定感は下がり、自信もなくなり、新たなことに挑戦できなくなってしまうんです。あなたも全然関係ないんだけども、道歩いてたら嫌な過去がパンって思い出して、うわーってこうちょっと思わず声出ちゃいそうになったことありませんか？あれが1日1回2回だったらまだいいですけれども、何十回ってやってしまい鬱になってしまうなんて方もいますので、発達障害を持った方が行動できないっていうのも、まあ、ある意味仕方ないことなんですね。そして2つ目がワーキングメモリーが弱いということです。このワーキングメモリーとは、短期記憶やその情報を処理するところです。発達障害を持った方はそこの部分が弱いので、マルチタスクが苦手だったり、コミュニケーションができなかったりするんです。ただでさえそのせいで計画をしたり、それを実行することが苦手なのにもかかわらず、嫌な過去を思い出し、そのところに意識がいってる発達障害の人が、よし今から新たなことに挑もうなんて思えるでしょうか？まあ無理だよね。だって頭の中もいっぱいだもん。特に発達障害を持った方というのは、パワハラを受けやすかったりとか、毒親だったりすることが多いので、強烈な辛い過去を経験してしまい、行動ができなくなってしまいます。そして最後3つ目が劣等感が強いということです。発達障害を持った方というのは、この扁桃体という感情を司る脳の部分があまりにも過活性してしまっているがゆえに、不安が大きくなったりとか、劣等感が異様に大きかったりするんです。だからこそ別に他の人が何とも思わないことを不安に思ったりとか、そんなことあったっけと周りの人が忘れてることさえも、自分だけいつまでもズル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 引きずってしまうんです。じゃあその状態で、よし今から夢に向かって頑張ろうって、あなたはできますか？まあ、できないよね。すると成功体験も積めませんから、現状は変わらない。現状は変わらないということは成長もできない。成長もできなければ自信がつかない。もう人生積みましたって感じですね。頑張りたいことはあるけれども、もう挑戦できないし、どうしようもないよなと思うんですけれども、ただ改善法はあります。これでね、終わりですって言われたら悲しいだけですから、あなたが今後飛躍するための方法、過去に引きずられないようにする方法を説明します。まず一つ目が体作りです。もうこれね、僕の動画では何度も言ってるんで、皆さん耳にタコだと思うんですけど、何度も聞くことによって洗脳されて行動できるようになるので、何度も聞いてください。この体作りというのは主に運動、睡眠、食事です。先ほど劣等感が大きいとか反芻が強いんですっていうお話したんですが、それは基本的に扁桃体が大きく関わっています。じゃあこの扁桃体が過活性しているのを抑えるにはどうすればいいのと言ったら、もう運動が一番手っ取り早いんです。具体的には1回20分以上のジョギング、有酸素運動を週2回以上やっていただきますと、扁桃体が落ち着いて、フラッシュバックとか劣等感、ネガティブな思考っていうのはなくなっていくんです。これすごくないですか？20年30年と苦しめられ続けた劣等感からおさらばできるなんて、もうやるしかないよね。そして睡眠、基本的に1日7時間以上は寝てください。1日1時間睡眠足りない状態を1週間続けただけで、脳っていうのは酔っ払ってる状態と同じぐらい機能が下がってしまうんです。しかもそれ
自分で気づけないから怖い。人間には慣れというのがありますから、いや別に全然6時間ぐらいでも平気だよって思ってる方いらっしゃると思うんですが、それ痛みに慣れてるだけで脳は確実にしんどいですからね。7時間から8時間ぐらいの睡眠をしっかりとってください。これやっぱり睡眠と違ってね、不安とか怒りっていうのが大きくなってしまい、人間関係のトラブルにもつながりますので、何よりもここは重要。なおかつ定時就寝定時起床を心がけないと上昇っていうのはいつまでも安定しませんから、最重要として扱っていってください。そして食事ですね。発達障害を持った方は偏食が結構多いですし、最近だったらダイエットなんてしてる方多いですよね。基本的にほとんどの日本人はタンパク質が明らかに足りません。タンパク質ってつまり脳を含めて体そのものですよね。それを作るための原料がないとなったら、そりゃ体いつまでも重いよと、調子出ないよってのは当たり前じゃないですか。他にもビタミン、ミネラル、食物繊維なんてのも大事。3食頑張って自炊して野菜の多いものにしましょうってのはまあ難しいでしょうから、朝晩 20g ずつプロテインを飲んでいただくのと、マルチサプリ、ビタミン B、オメガ3なんてのはサプリメントとして取ってください。それだけで情緒の安定から体の調子まで全然変わります。この運動、睡眠、食事をちゃんとできているかできていないかで、あなたの人生というのは大きく変わります。もしあなたが頑張りたいということがあるのであれば、これはもう大前提、土台の部分です。土台がしっかりしてない状態で家を建てようとしてもすぐに傾いてしまいます。あなたが今後大きな飛躍をするために意識してできることからやっていてください。そして2つ目がメタ認知です。これは、まあ、分かりやすく言ったら客観視です。うわ、自分はダメだとか、自信がないとか、過去の嫌なことがあるっていう感情に飲み込まれずに、あ、そういうこと思い出してるな、というふうに客観的に見るってことですね。基本的に人は何か嫌なことがあったら、忘れようと思っても忘れられません。むしろ、その忘れようと思ったことに意識がいってしまい、強烈に反芻とかフラッシュバックをしてしまいます。じゃあ、どうすればいいのか。自分を客観視です。具体的には実況中継なんていうのをやってほしいんですが、あ、今自分の嫌な過去を思い出してるなとか、あ、ストレスホルモンコルチゾールが分泌されて体が重くなってるなとか、あ、ストレスを感じて甘いものを食べたくなってるっていうのをできれば声を出して実況中継してほしいです。実況中継ってつまり自分を客観的に見てるってことですよね。これを思いついた時にポンポンパンパンってやってもらえれば、徐々に感情に飲み込まれず、あ、嫌な過去を思い出してるなと、まあでも今やるべきことはこれだし関係ないよなというふうにやることをやれるようになっていきます。真面目だったり神経質な人ほどついつい感情に飲み込まれてしまいますので、メタ認知実況中継ってのをぜひやっていってください。そして最後3つ目が成功体験を積むです。いや、それができないから困ってるんじゃないかって思うかもしれませんが、これやり方あるんですね。スモールステップ、つまり小さくやりたいことをやるということです。興味のあることをやろうとすると、発達障害持った人って基本的に生真面目ですから、最初から頑張ろうとしてしまうんです。例えば何か資格取りたいなと思った時、参考書1日10ページやろうとか20ページやろう、1日2時間勉強しようっていう風な感じですね。ただじゃあそれ毎日できるかって言ったらできないんですよね。するとうわ、やっぱ俺決めたこともできないじゃんと、やりたかったことなのに全然うまくいかないし才能ないと心が折れてしまいます。ただじゃあもう参考書1ページでもいいからやろうと、1日5分でもいいから勉強しようというふうに小さく始めていけば継続ができますし、継続できたらそれって嫌でも結果出ますよね。だってスキルアップに必要なのって結局は努力量だから。僕なんかもまだまだ YouTube これからですけれども、700日以上連続750動画を継続して出してるんです。すると周りを見渡してみると結構クオリティの高い動画出せてるぞと。なおかつ最近だったら1ヶ月で600人ぐらい登録者数増えてるから、もう来年には1万人突破するなみたいな成功体験が積めるようになるんです。何もないフリーターの20代から見てみたら結構大きな成功体験ですよね。人はそうやって少しずつ自信を得て大きなことに挑んでいきますので、あなたもぜひ自分の好きなこと、興味のあることを小さくでいいから始めてみてください。発達障害を持っていますと、関数が強かったり、ワーキングメモリーが弱かったり、劣等感が強いがゆえに、過去を引きずり、なかなか新たな行動ができなくなります。ただ、食事、睡眠、運動の体づくりをして、感情に飲み込まれないようメタ認知をし、小さくでいいから行動し、成功体験を積んでいけば、あなたを自信がみるみるついていき、過去なんか関係ねえと、俺はやりたいようにやると、どんどん夢を掴んでいけるようになりますので、ぜひ、今日からアクションを起こしていってください。今日の動画に関連して才能の見つけ方ですとか、発達障害を持った方が困ることと改善法なんて動画を動画説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。今日の動画がいいなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。
また僕は毎日20時過ぎから YouTube ライブを行っております。大人の発達障害の当事者会であったり毒親育ちの被害者サロンなんてのをやっておりますので、もう自分自信なくてもう劣等感だらけで人生ダメダメだとか、なんか面白いことないかなと思う方はぜひ覗いてみてください。発達障害持ってるだけで人生はハードモードだからこそ、あなたは生きてるだけで素晴らしい。そしてもしあなたが今後もっと幸せになりたいと思うのでしたら、今日話したことをぜひ行動してみてください。あなたの幸せや成功を心より応援しております。以上、和樹でした。